おはようございます。俺みんなに言うとらんだったばってんた。この前の土曜日と日曜日、母ちゃんと筋肉マンが長崎さん泊まりで行かしたけんおらんだったもん。俺と兄ちゃんと父ちゃんの三人で留守番た。覚えとんね、夢の一日は。うまかもん食って、遊んで、歯磨きせんで、寝る。最高の一日たい。へへへへ。おい、ぬしゃ、今日夜飯にシャワーなんて思うや。俺、焼き芋て思う。兄ちゃん、なんて思う？ほら、ささみとキャベツって思うがね。ばってん、父ちゃんがこっだけん、ひょっとすっと、全部の作家んしれんぞ。お前、人を話しよっとけ、どこさん行きよっとや。最後まで聞かんか、バカタレが。へへへへ。で、二人で話しながら楽しみしとったった。そしたら夜はただのカリカリ飯じゃにゃね。ほら、もううったまがったよ。もう兄ちゃんなんかお手もお代わりもさっさんだった。だけ今、ほら、こけ、ふてくされとった。そしてカリカリ飯しか食うとらんとに、かったる歯磨きシートで歯磨きさしたけんね。父ちゃんなんかあったんだろか。監視カメラで母ちゃんに見張られとってばし思わしたんだろか。自分はそしてうまかごたん飯ば食いよらしたもん。自分の飯にジェンバ使いすぎてか、ジェンの脳なったんだろう。なんさん、いっちょうもシニア休日だった。そして日曜日は雨降した。こぎゃんくんなら、母ちゃんがおったっちゃおらんてちゃ変わらんじゃにゃ。今日は長々とぼやいてしもちごめんね。なら、こんでご無礼します。まったねー。似たごた髪型んもんば、三人並べちみたばって、どぎゃんだろか。こんまま音楽室に貼ってもらわれんのか。